ボテルは、ドイツ連邦共和国にーダーザクセン州のローテンブルク、軍に属す、町村である。この町は、ザムトゲマインデボテルの地理的中心に位置し、同、ザムトゲマインデで、最も多くの人口を要する町で、このザムトゲマインデの行政中心となっている。ボテルは、ローダウ川とビーダウ川の間、ローテンブルクの南東 8km に位置する。ボテルは、 ローテンブルクとフィッセルヘーベデとの間にあり、共にビュンメ川の支流であるビーダウ川とローダウ川に挟まれている。この町はハルトベーデルやトローヒエルをはじめ多くの森に囲まれている。ボテル町は行政上は地区に分割されていない。ひなびた、村落風の旧中心部の他に、一戸建ての新築住宅や学校、ザムトゲマインでの行政庁舎がある。 新中心街がある。町内を Z 型にハウプト通りが走っている。旧村落とし部はアンガー型村落の名残を止めている。ボテルは中世にはフェルデン地方のトローヒエル別荘付属小園地であった。名前は小作戦後のバスタル、すなわち小さな森に由来し森の中の開墾地を意味している。はじめはスウェーデン領となり、 その後ブラウンシュバイクリューネブルク選定考領となった。ナポレオンボナパルトは、ボテルを通る大規模な軍事道路を建設した。第二次世界大戦後、この街は難民たちにより人口が増加し、新しい住宅地が建設された。ボテルには教会がなく、墓地連杯道があるだけである。住民の多くは、プロテスタントルター派の信者である。彼らは、ブロッケル。 キルヒバル勢で、フィッセルヘーベでの信者らで形成する、フィッセルヘーベで教会地域内のブロッケル、教会組織に属す。ローマカトリックの信者は、ローテンブルク生態教会に属す。この他に、イスラム教、エホバの証人、自由教会、バプテスト教会や新シト派教会の信者がおり、また、ドイツ全土がそうであるように、無宗教の住民も増加傾向にある。 この町の町議会は13議席からなる。ボテルには多くの中小企業がある。公所、地下工事、金属在庫、車体製造、販売会社がその主なものである。ボテルは連邦道 B71 号線と B440 号線の間に位置している。公共交通機関はローテンブルク駅とフィッセルヘーベで駅の路線バスがあるが、 ほとんど通学時間帯のみの運行で不十分な状態にある。最寄りの駅はバスの終点であるローテンブルクとフィッセルヘーベでにある。以前はボテルとブロッケルとの間にブレーマーフェルデバルスローで鉄道の駅があった。Y テラス計画ではこの路線はボテル町内を通ることになっている。ありがとうございます。